するんですかというわけで、近藤さん、俺に、ひなですね。那覇に、まずは自己紹介ですね。こんにちは、お茶屋です、はい。今回はコンサートをやるので、毎回演出をさせていただいてたりとか、はい、いろいろ仕込みをさせていただいてますけれども、お二人を紹介します。まず、右手の近藤さんから。近藤です。映像の奏者として、関わらせていただきます。よろしくお願いします。次、茂木さんから。はい、国立劇場沖縄の茂木と申します。今回、琉球の音楽とコラボということで、呼ばれました。はい、よろしくお願いしま す, というわけで、我々は今那覇にいてですね、フィールドワークの後の、座談会という感じをやってます。昨日は一日座談、さまざまなところを回らせていただいたんですけど、そうですね、僕は印象的だったのは、とにかくたくさん歩いたなっていうのと、あとは、でも歩いたおかげで、どこに、石垣があったりとか、どこに石が敷設されてて、でそれが琉球王国時代の道路になってて、その道路の歩き方から考えた時に、じゃあ、能だったりとか戯曲みたいなものを作られるような、土着のものっていうのが琉球の自然の中でどうやって含まれていったのかっていうのが足の裏を通じて分かってきたっていうのがすごく印象的だったんですけど、なんかその辺、近藤さんはまず何から。そうですね、その一番印象的だったのはやっぱりその見立てが上手だなっていうのがあって、まあやっぱりそのいろいろな、まあ、神々であったりとかそういったものを大事にしている、先祖だったりとか大事にしている中で、まああるもので、例えば砂でこう水を見立てると放浪を食い違い重要だったりなんだりとかっていう、まあそういったものがなんかこう見て出てというか、まあ、感じるところだなというのは大事にされてるんだなというのはやっぱ思います。小木さんとしてはどういうところが、はい、この琉球文化や宮廷音楽や民間の音楽を作ってきた、はい、この土壌の中心となるポイントとして紹介されたのかというところを聞きたいんですけど、はい、まあ、今回伝統芸能、琉球芸能をご紹介するっていう立場で、はい、呼ばれましたので、朝から晩まで芸能を見ていただくっていう方法もあったとは思うんですけれども、はい、まあ、たまたま月曜日で生の舞台が見られないっていう状況がありましたので、それだったらば一層その芸能の裏に隠れているというか、刑事上にある、思想というか風習というか、そういったものを見てもらった方が、まあ、せっかく沖縄で調査するんだったらそっちの方がいいなと思いまして、まあ、その部分を見てもらったということです。今回琉球のものを取り入れていくにあたって、まあ、地盤にしっかりって考えを見よう、でいろんな史跡だったりとかっていうのをしっかり見てからやろうっていうのは、まあ、我々のフィールドワークに通底しているところだと思うんですけれど、はい、まあ、僕も沖縄に来るときことは何度かありましあってきたことあるんですけど、まあ、その中でも、まあ、こんな市街地からすごく近いところに、まあ、例えばお墓がしっかりあったりとか、あとそんなところに、例えば、まあ、400、500年前の、まあ、石なのか石垣なのかで、そういったものがなんか見立てられて、今でも民間信仰としては線香が備えられていたりとかするっていうのは、まあ、普段観光客としてここに来ると全然気づかないような着眼点で非常に面白かったんですけど、昨日面白かったら石ちゃんからで、すぐ車に戻るはずだったのに、この道はどうなってますかって言って、先頭に立って、ちゃかちゃか歩いて、山を登っていかれた。あれでは、みんな疲れてるところだったんだけど、そうなんですよ、ね。でもまあ気持ちは分かるなと思って、みんなくっついていったんですけど。でも急斜面、よく状態でみんな使ってんなと思いました。あんなに走ってるお茶屋さんに初めてですか。でもやっぱりあれはもう、琉球国時代の人もあそこを歩いてたわけだから、はい、その感覚を、まあ、体験されたのは良かったんだろうなと思ってますけど。で今回実際サンプリングしてみて、サンプリング、まあ、つまり写真撮ってみたりとか動画撮ってみたりして、まあ到着のテクスチャーだったりとか、そういったものを撮ってみて、実際素材やその、モチーフの特徴としてはどういうところをよく見られましたか。そうですね、やっぱりその時間経過っていうものがあって、こうやっぱりこう風化している部分も多々ある中で、まあ、やっぱりその沖縄らしいテクスチャー感っていうのはやっぱあるなっていうと、風化が早いです、ね、風化が早いんですよ、その石灰岩っていうのもあると思うんですけど、まあ、それが、まあ、ある意味で沖縄らしさっていうところもある
でしょうし、まあ、あとはその、まあ、今回その落合さんの口から言うべきなのかもしれないですけど、そのデジタルネイチャーというのを掲げている中で、まあ、やっぱりその何でしょう、あの僕らがそあの感じたそういう沖縄の、まあ、テクスチャー感だったりとか雰囲気というものをきちんとその、まあ、例えば AI にあのこう沖縄ってこうだったよっていうのを、まあ、知ってもらった上でその例えば画像を生成するとかっていうことが、まあ、必要なプロセスだなと思った時に、まずはその僕らがあのあ このテクスチャー感なんか沖縄っぽいっていうのをやっぱ感じるところから始まるのかなっていうのがあるので、そういうものに触れられたのがいいなって思います。あとはあの確実に思ったのはガジュマルの木があの画像生成 AI っぽいっていうのがジェネラティブ、ジェネラティブだったっていうのがすごい感じでした。まあ、あと僕が特徴的だなと思ったのはやっぱ民間伝承としてあの人間に音を入力したら何か言葉に感じたりとかするし、画像を入力したら何か、まあ、画像として感じるっていうところがあって、人間ってあの何かを入力にすれば何か出力が出てくる装置なので、それは非常に人工知能っぽい、まあもちろん知能だから人工知能っぽくて当然なんですけど、でそれがいろんな例えば亀の衣装だったりとか本の衣装だったりとか民間伝承の中にある声だったりとか呼び名だったりとか、で何がどうなまってこういう形になってっていうところにまあいろいろ現れてきて、でそれがまああのお墓っていうのが人間 あの壮大な DNA のデータベースだとして考えることができるならば、まあ、5600年 あのデータベースを俯瞰してみると、まあ、亀棺の形も変わっていっているし、まあ、中に入っている人の仙骨の方法だって変わっているかもしれないし、まあ、そこで違った例えば日本仮名文字が入ってくるところもあるし、中国語の文字が入ってくることもあって、まあ、東アジア周辺のあの文化っていうのがあのここできれいに混ざり合っているっていうのが、まあ、あの非常に見て取れたし、かといってじゃあそれが完全に残ってるかと言われればあの戦争で焼けてしまってほぼほぼ全部なくなってしまったところから、そういう史実資料をもとに例えば資料を作ってみたりとか、あのそうやってここを、戦後になってあの復活してきたところもあって、でそれが、非常に土着的で、通俗的なところとすればあのアメリカの文化と混ざり合って、あの、まあ、例えばあらゆるものあらゆるところにあのアメリカの名残があったり、あの逆に言うと戦後で作ったものなので街自体は非常に新しいんだけれども、ただ、一段飛びで、まあ、全部が壊れたところから復興しているので、あのそれによって出てくる新しいところもあれば、自然それそのものの奥には、結構深く長いあの数万年の歴史が眠ってるなっていうところもある。この2つが合わさって非常に面白いハーモニーを作ってるなっていうのが、僕の中でも面白いところだったんですけれども、でその中で、そうですね、まあ、今回、コロナ明けの初めての音楽会ということで、まあ、あのフィールドワークできるっていうのは素晴らしく、あの、まあ、なんか数年ぶりにこういう感じなんですけれど、で音楽会としても例えば今までのいわゆるマスクだったりとかソーシャルディスタンスだったりとかいうところから一旦幕を上げていくところですけれど、これは僕が昨日あのカラカラを買ってきて、あれずっと青森飲んでたんですけど、今回は青森がなんとあの、はい、あの会場で飲める、有料シーン、あ有料シーンが会場で飲めるようになってる、久しぶりですね。なんか昔ほら変態する音楽会の時にあのワイン出したいよねってワイン出したことが2018年ですね、ありましたね、5年前、はい、あれ以来のあの今度は青森が飲める音楽会ということで、青森が飲めますので、ぜひあのお酒好きな方は青森を飲みというのもありますが今回のこの一緒にやる作品についてももしよろしければ少し、はい、今回はレグラさんに食卓、食卓でいいですか、異色、はい、異色であの作曲を依頼して、この正前敬語慶応海外プロジェクトなんですけど、で藤倉さん のロンギングクロマファーっていうあのZoom とかで離れた人たちが、まあ、遠隔で時間差があっても演奏できるようにする音楽っていうのがあって、それは非常に面白いなと思って、で一度その音楽を2年前かなやらせていただいて、で去年それでじゃあせっかくならコラボで曲でも作りませんかと言って、とか言いながらあの先に僕がなぜか映像を作って、で映像に合わせて音楽を作るっていうその逆アプローチで音楽を作ってもらったやつも非常にプリコラージュ的に面白かったんですが、で今回はじゃあそういったフィールドワークをするから、フィールドワークをしてきたものをこう入れ込んでも成立するようなハーモニーの曲とかアクションの曲っていうのがあるかなっていうのも作ってみてくださいと言って作ってみたんですけど、
で今ここにあの楽譜の、まあ、まだプロトタイプなのか仕上がりなのかちょっと微妙は分からないんですけど、で、ここにあってですね、これもなんか面白いのはグループ Y とか言って、グループがいくつかに分かれて、ここは金管楽器や木管楽器の方が向いてると、こっちはあのなんだろう低音楽器が向いているとか、ここのセクションは この楽器グループはこういう音色をやってくださいって決めきらないあのグループがあの音色をこう奏でながら、複数の音程を違う楽器間で演奏していくことによって違ったハーモニーができるような曲調になってて、でこれが、オーケストラのものと、あとこっちが、どっちだ、これって3ページ目の下ですね。 3ページ目の下が沖縄だ。で沖縄って書いてあってですね、こう沖縄の伝統音楽の奏者たちのグループはセクション B で下の音階を持ったなんだこれ、揚げ揚げ桜節、ああ揚げ竹天、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 揚げ竹天節ですか。はい、揚げ竹天節が1回または2回それ以上でも OK が、オーケストラの楽器ともに演奏される下の音階の音楽なら他の沖縄の伝統音楽でも OK って書いてあるんですけどOK って、いやでもまあこれは確かに、これでこう弾かれたらこういうハーモニーになるんだろうなと、まあ、僕は藤倉大は非常にハーモニー豊かな作曲家だと思ってるので、あのこの不思議なハーモニーが頭の中でイメージできる藤倉さんがきっとあのこう書いているんだから、この通りにやってみるとまた不思議なハプニングがここで起こるんだろうなと思ってます。なんでそういった面ではあの楽譜を読んだだけだと何が起こるかわからないし、想像力豊かに想像しても現実世界には想像以上のことは常に起こったりするので、まあ実験には失敗がつきものですけどねただリハしてみればきっとそれが成功に終わるようにうまく導いていけると思うので、あのそういった意味であの非常に不思議なものを見に、来てくれればですね、この世界にどこにもないものが聞けるんじゃないかなとあの私は思ってるんですけれども、そういった面でも含めてあのいろいろなあの西洋から東洋に至るさまざまな音階や音楽体験があのミックスされたコンサートとして楽しめると思いますので、皆さんに来ていただきたいなと思うんですが、まあ、最後にあのお二人から、コンサートに来るお客さんに対してあのメッセージの方をあの一言いただければなと思うんですけれども、じゃ あのお越しになる方にメッセージを本堂さんから。はい、まあ、ちょっと先ほどもお話の中で触れましたけど、やっぱりこうどういうアウトプットになるのか分からない、まあ、映像の奏者としての視点で言えば、まあ、どういうアウトプットになるか分からないという、まあ、ある意味の面白さというか一期一会があると思っていて、で、まあ、それはやっぱりその会場に来ないと分からないでしょうし、この音楽とのマリアージュという意味でも、まあ、やっぱりこうぜひ会場で見ていただきたいので、まあ、僕らも楽しみな部分ではあるので、ぜひ一緒に楽しめるといいなと思っております。はい、まあ、今回あの特に沖縄は揚げ竹天っていう曲で、参加するようですけれども、あのこの琉球沖縄の音楽って言ってもこれは琉球国時代の音楽で、皆さんは沖縄のことを知らない人は吹いたとかって思うかもしれないけど、沖縄の人だって琉球国時代をそんなによく分かってるわけじゃないので、みんなどっかであの憧れというか空想の中のあの素晴らしき国琉球っていうイメージがあって、それはあのですから立場は一緒ですので、沖縄の文化を知ってる人も知らない人もあのまあちょっと琉球国なんだなって思いながら聞いていただければ面白いかもしれません。はい、僕からは、そうですね、今回は、まあ、そういったようなフィールドワークや演出の面もありますし文化の面もあるけれど、やっぱり一番個人的に大きいなと思うのは、あの今まで映像装置のテクノロジーっていうのは割とプロダクションプロセスのものと研究だったりとかに月光に変わっていくところと、あとコンセプチュアのところっていうのは意外と交わるようで交わらないあの仕事なんですね。だから例えばあの演出的にはこうしたくて文化的にはこうしたくてこうしたいんだけどっていうのをディスカッションして、で割とあのその抽象度の高いところから具体化していくのはやっぱりモデリングだったりとかあのプログラミングって言ってもどっちかというと映像的なアプローチのプログラミングになるんですけどがメインだったんですが、まあ、それがもう近頃はもうどれがどれで何なのかってもう分けることもできないし、あのそれ演出上の言葉をそのまま使ったらじゃあそれが映像になってきたりもするし、そこがテクノロジーの開発をしているのか映像を作っているのか音楽を吟味しているのかが分けられなくなってきているっていうのは
非常にこの音楽会場もあの僕はポジティブに聞いてると思ってて、つまりみんなでワイワイとディスカッションしたりとか何か取りに行った成果がそのままあのものに仕上がってくるので、あのそういった面も含めて今までと違った音楽会ぜひ、聞いて飲んで、感じていただければと思います。というわけで、機能する音楽会、今年はテーマデジタルネイチャーでありますので、再びなんか自然だったりとかテクノロジーだったりとか人間性っていうのを感じていただければなと思います。